はい、どうももじゃもじゃでございます。ということでですね、今回の動画ですけども、聴覚研究者が教える日常が変わる AirPods Pro のヒアリング補助機能で聞こえの世界を広げようをテーマにですね、お届けしたいと思います。はい、ということでこのチャンネルではですね、毎回聞こえや音楽、音響にまつわる批評をですね、聴覚研究者視点で語っていきますので、グッドグッドグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでですね、今実はこの補聴機器業界に激震が走っておりまして、まあ、以前から実は噂はあったんですけども、この AirPods Pro 2の機能を使って、実はこの AirPods Pro 2がですね、補聴器になるんじゃないかと昨年あたりからいろいろと噂されてました。で、なんと今回 AirPods Pro 2がですね、 OTC 補聴器と。で、この OTC 何かというと、オーバーザカウンターという略なんですけども、通常の補聴器っていうのは耳鼻科の先生に聴力検査をしてもらって、で、検査をして処方箋をもらって補聴器店さんの方に行って補聴器を買うっていう形だったんですけども、要はそれがなしで補聴器を購入できる仕組みっていうことで、まあ、アメリカがもともとスタートだったんですけども、 OTC 補聴器っていうのがアメリカの方発売されています。まあ、聴力が低下して困っている人に、まあ、できるだけ簡単にこう簡便にですね、聴覚支援機器を使える仕組みを作ろうっていうのはもともと目的作られたものなんですね。で、このエアAirPods Pro 2の補助機能、これ iPhone マニアっていうね、メディアさんからちょっと引用させていただいてますけども、 AirPods Pro 2の補聴機能は予防、認知、補助の3つをね、柱にユーザーの補聴を行うものですけども、 FDA っていうこの認可するところですね、いろいろと補聴器とかを、この FDA が同デバイスの OTC の補聴器ソフト、ヒアリング補聴機能っていうのを、まあ、認可したので、 AirPods は AirPods なんですけども、要はこの AirPods Pro 2にこのソフトウェアをインストールすることによって、実はもう OTC の補聴器になったという形なんですね。で、ヒアリングチェック機能を使って聴力のニーズに合わせてカスタマイズしてあげると、 AirPods Pro 2が OTC の補聴器として機能するという形です。で、どの聴覚の障害を持たれている方のレベルかというと、軽度から中等度というこの難聴のレベルがありますけども、その方で18歳以上の方にこの音を増幅することができるというふうな形になっています。もにゃもにゃ。はい。で、今、まあ、お話があった部分ですけども、まずは補助機能と仕組みについてお話をしますけども、一番はヒアリングチェックです。この耳のチェックっていう部分は本来は耳鼻科の先生のとこに行ってチェックをしなきゃいけなかったっていう形なんですけども、この AirPods Pro を耳につけてアプリ上で簡単な実は聴力チェックができるようになったっていう形ですね。で、このセルフチェックに基づいて個人の聴力に合わせて最適な設定を自動で生成してくれる機能がついています。チェックプラスアルファ、そのチェックをもとに自動でその人に合わせた調整をしてくれるという形ですね。で、2番目、先ほど、まあ、チェックをした方、使用者に対して合わせた音の増幅をしてくれるという形ですね。で、AirPods Pro のマイクが周囲の音を拾って、その音を、まあ、個人の聴力に合わせて増幅してくれるということですね。まあ、周囲の音っていうのが、どっちかというと会話、その人の声を拾って、その個人の聴力に合わせて増幅をしてくれるという形になります。で、もう一つが、まあ、特定の周波数というのは低い音が高い音ありますけれども、その聞き取りに合わせる部分の帯域を調整することで、聞き取りにくい音を、まあ、クリアにしてくれるという機能が、まあ、ついているという形です。で、もう一つがノイズキャンセリング。もともと TWS と言われているトゥルーワイヤレスイヤホンに関してはこのノイズキャンセリングっていうのが相当進化してきてますので、この AirPods Pro 2のノイズキャンセリングを組み合わせて周囲の騒音を抑えながら必要な音だけを聞き取りやすくするっていう機能がついているので、もう最強の機能かなと思ってます。で、もちろんこういった機能に関しては補聴器でもついてるんですけども、こういった手軽に音楽を聴いているものなのに、例えば、まあ、僕も少し聴力落ちてます。これはもう加齢ですよね。年を取っていくとどうしても落ちてしまうので、その落ちてくる部分、そこを補助する。で、実際、まあ、子供たちから声かけられても気づかないことが多いので、まあ、そういった時に実はイヤホンつけながらだけども、そういった補聴の機能をオンにしておくと、まあ、声かけられた時に反応できるのかなと思うので、まあ、非常にまあ手軽にイヤホンもつけながら、何回聞きながらだけども、そういった風に使うことができるのかなと思ってます。
はい、で次ですけども AirPods Pro 2がですね OTC 補聴器になったんですけども、先ほどの FDA の機器放射線衛生センター長である、まあ、お偉い方ですけどもミシェル・ターバー医学博士が言ってますけども、 AirPods Pro 2のヒアリング補助がこの FDA 認可を得たことについて、まあ、次の通りコメントしているんですね。広く使用されている消費者向けオーディオ製品にですね、この OTC 補聴器のソフトウェアとして販売が許可されたということは、軽度から中等度の難聴を自覚する成人18歳以上の方に対しては聴覚支援の可能性、アクセシビリティ、受け入れやすさを前進させる新たなる一歩なのかなと言われてますので、まあ、これは本当に僕らとしても非常に可能性が広がる内容なのかなと思ってます。もにゃもにゃ。でここでちょっと OTC 補聴器について少し詳しくお話をねしていければと思います。でさっきお話した通りオーバーザカウンターヒアリングエイドって言っているものなんですけども、まあ、日本はまあ一部のメーカーさんしか実は OTC 補聴器は販売してません。でどちらかというとアメリカとか海外の方がこの OTC 補聴器っていうのは種類が多いかなっていうふうになってます。で軽度から中等度の難聴者向けに設計された新しいタイプの補聴器になります。でこれらは医療機関を介さずに、まあ、耳鼻科の先生を介さずにまあ購入できるため手軽さとコストの面で、まあ、大きな利点があるかなという形ですね。で特徴としてはユーザーがアプリを使って自分で音質を調整できるセルフフィットという、ね、モデルが多いんですけども、これはもうアプリを通じて自分で調整するという形になります。でこれによって個々の聴力レベルに応じたカスタマイズが可能という形ですね。購入場所に関しては OTC 補聴器っていうのは、まあ、日本はまだ売ってるところないと思いますけども、薬局だったり小売店で実は海外の場合は購入できるんですね。なので専門家の診断や処方箋が不要と、でこれによって、まあ、多くの人たちが、まあ、手軽にアクセスできるようになるというポイントがあると。で、利点に関してはですね、まあ、コスト削減というふうに言われてます。で OTC 補聴器に関しては、まあ、通常の処方補聴器と言われているプレミアム補聴器、まあ、これに比べてもかなり安価で購入することができます。で多くの場合は、まあ、数万円、まあ、日本で見てると片耳一つでだいたい3万とか6万という形ですので、十数万程度で購入可能なので、まあ、これによって経済的な負担がまあかなり軽減されるのかなと思います。であとはまあ利便性ですけども、まあ、ユーザーは自宅でインターネット等でも購入することができます。届いたらすぐ使用開始にできますので時間も手間も省けるということですね。でまた使用対象に関しては OTC 補聴器については主に18歳以上の方で、軽度から中等度の難聴を対象にしてますので、まあ、専門家によるフィッティングや、まあ、サポートはまあ必要ありません。ただし中等度軽度の難聴の人よりももっと重い難聴の人っていうのは適してないので、その点は注意が必要です。まあこういうふうに専門家は必要ないって書いてありますけど、一度専門家の方に行ってください。軽度の難聴なのか中等度の難聴なのかっていうのは正直分かりませんので、ちゃんと医学的な判断診断をしてもらってから、あ自分は軽度なんだな中等度なんだなと、で補聴器、ちょっと高いなと、補聴器までは難しいけどでもちょっと生活困ってるなと不便だなと思ってる時に初めてこの OTC 補聴器っていうのを検討してもらえればなと思ってます。まあ、できれば先生の方に一言声かけて、ちょっとなかなか何十万も出せないのでこういった OTC 補聴器を検討したいなと思ってるんだっていうのは一言言っていただいた方がいいかなと思います。このようにですね、 OTC 補聴器ができた背景には多くの聞こえて困っている人たちにとって手軽でアクセスしやすい選択肢を作ろうということで、このアメリカでは出来上がったという形ですが、まあ、日本ではまだまだ私が知っている限りでは1社が OTC 補聴器っていうのを提案してますけども、まあ、ネットで販売されているのがメインですから、まあ、まだまだ知らない人が多いのかなと思っている形でございます。それではですね、具体的に冒頭で話した3つの機能ですね、これを説明をしていきたいと思います。でこの説明にはですね AirPods Pro 2のホームページがあって、まあ、そこからちょっと引用してお話をしていきたいと思います。まずヒアリングチェックですけども、 AirPods Pro を装着していただいてアプリ上で簡単な聴力検査を行います。この検査に基づいて個人の聴力に合わせた最適な設定を、まあ、自動生成するという形になります。でこちらまあ画面になりますけども、一旦はこの結果が出てくるみたいですね。ヒアリングチェックの結果ということで、左耳が何デシベル HL だよっていう
聞こえで、右が何デシベルだったよということで、これが平均聴力っていう数値なんですけども、まずこの結果がですね、平均聴力レベルって数字が左右が出てきますね。でこの画面を見ると46デシベル HL ということで、両方これだと中等度かなの難聴になってます。それをクリックすると詳細が出てきて、オーディオグラムって言われているどの周波数の聴力が落ちているのかっていうのが詳細が左右が表示されるという形ですね。でこれが分かるの でこれによって最適にこの AirPods Pro 2を調整するという形になるのかなと思います。まあ、基本補聴器とかだとこれが、ノウハウなんですよね。どの聴力のレベルの時にどういうふうに補正すれば聞こえやすくなるのかっていうのは、実は補聴器メーカーのめちゃくちゃすごいノウハウなんですけど、もうおそらくそれもきちんとこの Apple が研究してたんでしょうね。なのでこの聴力レベルに合わせて補正をしてくれるというふうな形になるのかなと思います。で今回じゃあ聴力チェックができました、こういうチェックでしたよということで、次の機能になるのがヒアリング補助機能。先ほどの簡易検査結果をもとにこういうふうに合わせますよっていうのがこのヒアリング補助っていう画面になってます。詳しく見るとこのより良い聞こえ方をヒアリングチェックの完了後に軽度から中等度の難聴が認められる場合は、パーソナライズされた聴力プロファイルがヒアリング補助機能を案内しますと。で簡単な設定を済ませると一段とクリアな音がすぐに聞こえてきますと。であなたのニーズに合わせて設定をカスタマイズすることもできますということで、すごいですよね。でこれでヒアリング補聴機能を行うという形になってます。画面見ると AirPods Pro は臨床レベルのヒアリング補助として使用できますと。で AirPods Pro では聴力チェックの結果を使用して声や周囲の音を聞き取れるように調整を行うことができますと。で下の方には AirPods Pro ではミュージックやビデオなどのメディアや通話を聞き取れるように調整を行うことができます。すごいですよね。なので、まあ、音楽聴くにも確かに聴力レベルが分かってた方がそれに合わせて補正ができるわけですから、なので周囲の声も聞こえるし、声も聞こえやすくなるし、自分が使ってる音楽とか YouTube とかそういったものまで聞こえやすくなるという、まあ、素晴らしい機能だなと思っている形でございます。で3番目最後になりますけれども、ノイズキャンセリングとの組み合わせっていう形になりますけれども、これも予防っていうふうにホームページ見ると書いてます。あなたが騒音にさらされる状態を最小限にということで、 AirPods Pro 2では外部音取り込みモードで聞いている時に大きな音の低減ができますというふうにちょっと案内されている形ですね。で、まあ、これはおそらく、ノイズキャンセリングがついてますから、ノイズキャンセリングモードを行ってで外部音取り込みしたりとか、プラスアルファノイキャンをうまくしながらこのノイズをこうなくしていくのかなと思ってるんですけど、これもあんまり詳しくは書いてないので、どういう風な形になるのかなっていうのはこれ楽しみにしたいなと思ってます。このヒアリング補助機能の注意点の部分なんですけども、まずこの医療機器、まあ、ソフトウェアの医療機器なんですね。だけど、先ほどもありましたが軽中等度までに有効だよとなってますから、重度の方の難聴に関してはちょっと有効性は期待できないので、必ずこの場合は医療機関さんに行って、一般的に言われている処方補聴器の装用を耳鼻科の先生に相談いただければと思います。あとはで軽度中等度の聴力レベルであっても聴覚の状態によってはこの効果が得られない場合がありますので、まあ、この場合もやはり耳鼻科の先生にきちんと見てもらって、どういう聴覚の状態なのかっていうのを見てもらった方が安心かなと思います。で次にですね、 iPhone もしくは iPad が必要なんですね。なので AirPods Pro 2だけ買ってもどうしようもないです。なのでここに iPhone か、iPad が必要になってくるっていう形なので、ちょっと忘れないでいていただければと思います。で最後にどうしても個人差があります。平均聴力レベルが軽度中等度だとしても、その人それぞれのやはり個人差が出てきますので、きちんと、まあ、使ってみないと分かんないかなと。必ずしも大丈夫だよと、有効性があるよっていうことは、これはもうつけてみないと分かんない部分があるので、一度例えば AirPods Pro を持ってる人がいて、その補聴機能をオンにできる人がいるんであれば、一度試させてもらっての方がいいかなと思いますので。結構持ってる人いますからね、補聴器貸してよとは言いづらいですけど、 AirPods Pro 2であればちょっと試させてって言って、この補聴機能をオンにしてもらって、聴力チェックまでしたら多分短い時間でできるので、それで使ってみていいなと思ったら自分のものを購入するっていう形でもいいのかなと思ってますので、まあ、ぜひ試してもらえればと思います。で、この注意点の中で私がちょっと気にしているのが、 AirPods Pro 2ってどうやってもほとんどの人がイヤホンと認識していると思うんですね。なのでイヤホンつけて話聞いてるよと
というふうに勘違いされる人も多いんじゃないかなと思います。で、見た目はイヤホンなので知らない人がすぐに勘違いされる可能性がちょっと高いのかなと。で、一つこれまた AirPods Pro じゃないんですけども、補聴器ですらイヤホンつけてでしょってに言われる事例があったんです。で、これX とかで流れてたものなんですけど、警察の人に注意されたと。今すごく厳しくなって、自転車乗ってる時にイヤホンつけちゃダメになったじゃないですか。で、補聴器つけてるのにイヤホンと誤解するから補聴器外せって言われたらしいんですよ。これもね、補聴器とイヤホンそもそも違うわけですから、結構世の中の人の中ではこういった方もいらっしゃるので、これはこの動画見ていただいて、補聴器とイヤホンは違いますし目的が違うので、ぜひともその辺はきちんとご理解いただきたいなと。この辺はね、皆さん知ってほしいなと思っているところでございます。はい、もにゃもにゃ。はい、ということでですね、今までいろいろとお話してきたんですけども、ちょっと補足をさせていただきたいと思います。で、この AirPods Pro 2の公式ページからちょっと抜粋してるんですけども、このヒアリングチェック機能は iOS の18以降なので、18以降を搭載する iPhone または iPadOS に搭載される予定ですと。で、ペアリングした最新のファームウェアを実装したこの AirPods Pro 2が対応する話になっています。で、あとはもうさっきから言ってますが、18歳以上の方による使用を目的としているという形です。で、これなんで18歳以下かというと、補聴に関する部分で小児、まあ、お子さんたちの聴力のチェックとかってやっぱちょっと別なんですね。かなり専門性が高くなるので、なのでおそらくこの18歳以上としているという形なのかなと思います。で、もう一つがヒアリング補助機能に関しても同じで2024年の秋になってますので、まあ、この辺はちょっとおそらく配信されたら OS の18になると思うので、まあ、その時にぜひともこの AirPods Pro 2の設定の方から入ってもらって、配信されたかどうかっていうのを私も楽しみに待っておきたいなと思っておりますので、ぜひともお楽しみにしていただければと思います。もにゃもにゃ。はい、ということでですね、今回は AirPods Pro 2の、まあ、ヒアリング補助機能とヒアリングチェック機能についてですね、お話をしてまいりました。で、結構私の周りにももじゃもじゃも51ですからね、ちょっと聴力落ちてきたんだっていう方がいます。で、まあ補聴器まではって考えてらっしゃる方の中で、まあ、僕なんかも実際使いたいと思ってます。で、やはり一番悲しいのは家族で声掛けを、娘から声掛けしているのに2回言わせるとちょっと嫌な顔して、3回目なんかはもうね、パパと話したくないと思われてしまうので、まあ、そういった時にイヤホンつけてて補聴機能をオンにしていくことによって娘の声が聞こえたら嬉しいなと思ってますので、まあ、そういった部分ではイヤホンプラスアルファとして使う方が増えていくんではないかなと思っておりますので、楽しみにしてますが、医療機器ではありながらも OTC 補聴器っていう形なので、難聴のレベルが10度とか、まあ、高度の方ってのは難しくなりますので、ここは注意が必要かなと思っております。もしこの機能にですね、興味を持たれた方は Apple の公式サイトに詳しく書いてありますので、ぜひとも見ていただければと思います。今回の動画ためになったなという方はチャンネル登録の方とグッドボタンの方をお願いいたします。耳大事にしてねということで、また次回の動画までお楽しみに。